いやー、石破茂さんね、今回もね、僕、自民党総裁になれないと思うんですよね。あの、結局、その、石破さんって、あの、理想を語る人なんですよ。で、理想を語る人って、見越しとして担ぎ上げても、その、おこぼれ、 来ないんですよ。例えばじゃあその、えっ、ー、と、じゃあ僕がなんかその、えっ、ー、と、自民党総裁選に出るとして、僕を総裁にしてくれたら、あなたにはこういう見返りがありますよっていうのを、きちんと返す人っていうのに、人は応援したいじゃないですか。例えばじゃあそのなんか、じゃあ僕応援してくれたら、そのあなたのじゃあその県議会員の人だと、その県議会議員そのなんかじゃあ富山県の人だとして、富山県になんか1000万円分のなんかその、あの、建設事業をプレゼントする形にするから、俺応援してくれよって言われたら、よっしゃ やりますみたいなるのが割と自民党ってずっとそういう構造なんですよ要は利権を配りますっていう形でじゃあだから応援してねっていう見返りをっていうのがやるんですけど 石破さんって、あの、そういうのが良くないとか言っちゃうんですよ。<laughs> その、要はその、利権政治みたいなことをやるから自民党は良くないんだ、みたいなことを言っちゃってるせいで、そうすると、総理大臣になっても、見返り来ないよねってみんな分かってるので、あの、押さないんですよね。だって、この人押しても自分に何も返ってこないんだもん。で他の人押したら、なんか、いろんな利権もらえるかもしれないって言ったら、それは他の人を押すよねって、すごく当たり前な話なので、なので、まあ、基本的にはもう石破さんは、あの、やっぱりその、押す人っていうのはなかなか いいいいなななんじゃないかなと思ますけどね、はい、その利権というのが私利私欲かと言われると、まあ、一応、私利私欲なんですけど、でもその、じゃあ、その県をその代表してる人は、そこでその、じゃあ,あ、建設の1000万円分の建設の仕事というのを、その自分の県に配ることによって、そこの建設族だったり、県議会だったり、もしくはそこで働いてる人たちっていうので、そこでその仕事が来ることで、そこの県の人が幸せになるわけじゃないですか。 で、それで投票してもらう。なので、その、自分の権を幸せにするために、国から予算を引っ張ってくる。そして、それをばらまいて、そのお金で食える人が増えて、票がもらえて、当選するというのは、その、構造として別に悪いことではないというふうに考える人は多いと思うんですよ。 要はその、自分たちを幸せにしてくれる人に投票するというのは人間当たり前なわけじゃないですか。なので、その、自分の県にちゃんと仕事を持ってきてくれる人に投票した方が自分たちの県が幸せになるよね。当然なんですよ。っていうのもあるので、あの、なかなかそこを否定することはできないので、そうするとやっぱり石場さんを応援する必要ないよねってなっちゃうっていう。でも石場さんみたいな人が勝つような社会の方が面白いんじゃないかなと僕は思うんですけどね。